どうも、瀬戸内大チャンネルです。本日は美濃区の JL アパート跡地再開発の3月分のレポが完成したのでお届けしたいと思います。何やら測量器具のようなものが置かれています。ここでは地面が掘り起こされています。排水設備の設置が行われているようです。美濃口バス停は足元にあったコンクリが撤去され土で流されています。4号アパートへの入り口にあった車止めは取り除かれ無造作に積み上げられていました。砂利むき出しだったこの道路の拡張部分も3月に入ってからはアスファルトが盛られました。バス用レーンも完成に近づいてきました。これが旧美濃口バス停最後の映像となりました。美濃口のバス停が新しくなりました。向こうにも臨時のバス停があります。この場所には仮設横断歩道が設置されています。従来あった横断歩道は完全に姿を消しました。信号機も撤去されています。道路公園と呼ばれていた美濃口第五公園も一部が削られています。ここには歩道が設置されるようです。再び冒頭の場所からです。先日視聴者の方からいただいた情報によると、この道はかつて道幅が今の半分ほどしかなくてアパート側が川だったそうです。路面を見ると確かに真ん中に継ぎ目みたいなものが見えます。いつしかこの暗渠化されてしまった川についても調査していきたいと思います。それでは今月もお付き合いいただき誠にありがとうございました。